いやさあ、さあ、というところで、どうやら、はい、何かクラッチに不安を持った状態で調整しながら飛び込んでくるということなのか。カーナンバー90、川端正人、うん、さあ、ギリギリでクラッチの不調が出たという情報も伝わってまいりました。ね、この川端正人、チーム東洋タイヤーズドリフト GR スープラ V8 搭載の、さあ、このスープラの最初の戦い、1本目、川端正人、どんな走りを見せるのか。バーンと振ってまくる、どうだ、戻り気味のところ、さあ、落ち込んで、ここが伸びない、ここが伸びない、内側に刈り込んだですね。カーナンバー90、川端正人、うん、さあ、川端正人 GR スープラ V8、 このチーム東洋タイヤドリフト VR、 この GR スープラがどんな走りを2本目見せるか。1本目まずまずの97点台、2本目どうだ、悪くないところから返していく、いけるか、いけるか、さあ、このままは無理くり押し込んでった、どうですか。さあ、いよいよ6組目の対戦、もうなくスタートということになります。川端正人 GR スープラ先行、後追い時田正義86、どういう対決になってくるか。今グーンとストレート、まずは GR スープラ、そして少し間隔が空いているか。さあ、時田つけていきたいところ、さあ、ちょっと外した、第1ゾーン果たして、第3ゾーンもギリギリ、さあ、これはちょっと川端の先行の走りもつらいぞ。なんとか踏ん張った感じです、ね、というところでしょう。6点差です。さあ、いよいよ入れ替えの2本目ということになります、はい、参りましょう、入れ替えです。さあ、6点差を持って今度は後追い川端正人ということになりますが、はい、時田正義としては最後のミスが大きかったということになるからね、はい、最後まできっちりと今度は先行で踏み切っていってほしいところではあります。さあ、黒とピンクのマシーン、時田正義が前、そして後ろから GR スープラ、川端正人、ぐーんと入っていきたいところですが、さあ、時田もいい走りだ、ゾーン外している、時田もいい走りだ、ゾーンもちょっと外した、そして川端正人としてはないですね。この2本目はイーブンなんですが、1本目の得点差で決まりました。勝ったのは川端正人。喜んでる、ね。さあ、どうやらウォーミングアップを終えて両者がスタンバイできたようです。さあ、それでは参りましょう。カーナンバー15、上尾勝弘 VS カーナンバー90、川端正人。さあ、いよいよベスト8の3組目のスタート、ベスト4進出をかけて、まずは上尾勝弘、そして後ろから川端正人の GR スープラ、どういう後追いを川端見せるか。上尾が行く、ぐーっと伸びていく、それに対して川端がどうだ、ずっと折り返すが戻った、いやー、ダメだ、持っていけない、川端。では入れ替えいきましょう。さあ、それではいよいよ入れ替え2本目のスタートということになります。川端正人 GR スープラ先行、後追い上尾勝弘。さあ、上尾勝弘、3号 GTR エンジンを搭載したこの S1 号、どういった後追いを川端に対して GR スープラに対して見せつけるか。ぐーんと加速して、そして上尾勝弘、今度は先行ではいい走りか。さあ、つまずいている、それも近づいている、これはこれで勝負ありだ、これで勝負ありだ、うわー、ベスト4進出、上尾勝弘。